皆さん、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。今回取り上げるニュースはこちらです。こんにちは。今回は、のりこさんが、まこさまの甘すぎる考えに放った、一言に一同驚愕。いつまでも、子供のままで、という内容でお届けいたします。世間から、大きな反発を受けているにもかかわらず、結婚することしか、頭にないまこさま。もし、仮に、 このまま小室さんと結婚されたとしてその後の生活はかなり大変になるようです。そんな現実を見えていない眞子さまに対して降下された千下のり子さんが放った一言が話題になっています。一体どういうことなのか見てみましょう。以下本文2020年11月13日、秋篠宮家の長女眞子さまが 延期になっている自身の結婚問題に関してお気持ちを公表しました。文書の中で眞子さまは結婚は自分たちの心を大切に守りながら生きていくために必要な選択と述べ改めて小室圭さんとの結婚への変わらない思いを明かしました。眞子さまが覚悟を決めてお気持ちを発表したのに対して小室さん側からは 何のコメントもなかったことから小室さんの眞子さまへの思いやりの欠如や無責任さが際立ち国民からは批判の声が高まりました一方で小室さんの母親の元婚約者は金銭問題とお二人のご結婚は別問題と考えておりコメントする立場ではないとした上でそのことが お二人の結婚の障害になっているのであれば心苦しく思っていると代理人を通じてコメントを発表しました。秋篠宮さまはこの直後の自身のお誕生日会見で結婚は両性の合意のみに基づいてという憲法の一文を引用して親としてはそれを尊重するとして結婚をお認めになりました。しかし同時に 結婚と婚約は違うと語り、多くの人が納得し、喜んでくれる状況にならなければ、婚約にあたる農祭の儀を行うことはできないとの、皇族としてのお考えを述べ、小室さん側に、金銭トラブルの解決を求めました。慶子様が、国際キリスト教大学を卒業される際に、 当人の気持ちが重要とし、姉の一個人としての希望が叶う形になってほしいと発言されたことが話題となりましたが、秋篠宮ご夫妻としては、学娘の希望を叶えてあげたいとの親心は押し殺して、もはや一個人の問題ではないとのお考えでまとまっておられるようです。現在の皇室天半では、 一般男性、女性皇族は一般男性と結婚すれば、皇籍を離脱することになっていますが、その後も、皇室との関係が切れるわけではありません。皇室行事に呼ばれることも多く、先日の秋篠宮様の盾皇子の礼の祝賀行事には、高窓宮家の次女の仙家のり子さん夫妻や三女の森屋彩子さん夫妻らも皇居を訪れていたと言います。彩子さんは、で 結婚後も、日華協会と、日本海洋少年団連盟の名誉総裁を務めています。天皇陛下の妹の黒田清子さんは、現在、伊勢神宮の祭主を務められています。これは、天皇陛下の名題として、伊勢神宮に赴き、祭事を取り行う、大変重要なお立場ですから、今後、皇室との関わりの深いポストについて、皇室をサポートされる可能性もあります。 現在、皇族の減少により、皇室の存続が、極めて重大な問題となっています。関政権のもと、安定的な皇位継承策などを検討する有識者会議が開かれ、女性、女系天皇を容認するか、女性宮家を創設するかなどが話し合われていますが、この議論にも、ま子さまのご結婚問題が影響を及ぼしています。皇室天畔の改正は、 現状を踏まえた上で、女性皇族が結婚後も皇室に残り皇族として活動できるようにしようとするものです。つまり、皇族の人数及びその人、皇位継承者数を確保するために、女系にも皇位継承資格を認め、その前提として内心の女王が結婚した後も皇族の身分を保持する制度が前提となると考えられています。その場合には、 生まれてくる子はもちろん、配偶者も皇族とするのが適当であろうとされています。眞子さまが皇室に残られることになれば、小室さんが皇室入りして皇族となる可能性があり、さらには、お二人の子供が好意を継ぐこともあり得ます。皇室転半が改正される前に、眞子さまが結婚されれば、眞子さまは皇室を離れることになり、小室さんは半人のままだそうですが、 ご結婚前に皇室転半が改正された場合には小室さんが眞子さまの夫として皇族になる可能性が高いと言います。小室圭さんをめぐっては母親と元婚約者の金銭トラブルだけでなく遺族年金受給の問題や親族の不幸な死までもが取り沙汰されておりこれらの問題を抱えた小室さんは皇族としてふさわしいと言えるのか国民は小室さんを 皇族として受け入れることができるのかどうかは、はだ疑問です。このように皇室転般の改正は、皇室と全く無縁法民間の青年男子が、結婚を機に突然、皇族となって、皇室に入ってくる危険があるのです。眞子さまは皇族として、ご公務に、真剣に取り組まれており、上皇后美智子さまもそんな、眞子さまを頼りにされています。ご結婚後も、 皇族として、両陛下や将来の天皇を支えてほしいと大思いのようですが、小室さんを皇室に迎え入れることはできないと考えているようです。将来悠仁様が即位されれば、小室さんは天皇の義兄になります。これには、特に、秋篠宮日のり子様が拒否反応を示しておられるようで、小室さんが皇室に関わることを、 強く懸念されているといい小室さんを皇室出禁にされたとの報道もあります。また、ま子さまの結婚一時金が小室さんの借金返済に使われるのではとの懸念から一時金は出せないとおっしゃったとも聞こえてきますが、実際小室さんの通っていたフォーダム大学のロースクールは1年間の授業料だけで600万円を超えるといい学費免除をされたとしても、 総額2000万円近くの費用がかかったとも言われています。N、A、その以前も、学費の高い中学、高校、ICU、一橋大学の大学院などに通っており、その借金は、推定3000万円とも、か予さんに、それらを返済する姿勢は見られず、小室さんが働きながら、返すという可能性もあり、借金は、さらに膨れ上がることも、予想されますが、真子様は、 それでも構わないというお気持ちだそうです。一時金ももらえず借金を抱えて生活することがどれほど大変なのかご経験がないま子さまには想像できないのでしょう。さらにま子さまが小室さんと結婚される場合、かよさんと同居される可能性も高いでしょう。小室さんごしの関係性は非常に強くま子さまがいくら かよさんに、傾倒しているとはいえ、母親を優先しようとする小室さんに、苦労されることでしょう。小室さんとの結婚しか見えて、いらっしゃらないまこさまですが、その楽観ますぎるお考えには、多くの皇族方からも、批判的な声が上がっているようです。特に、高下して一般人となられた方々からの批判が多いようで、黒田清子さんはもちろんですが、 千家のりこさんも自分たちの力で生活するというのがどういうことかわかっているのですかと語りすべてが自分の思い通りになる生活などありえません大人になっても考えが甘すぎるのではないでしょうかと呆れられていたそうです恋は盲目と言いますが眞子さまが現実に気づかれる日は来るのでしょうか眞子さまには一度立ち止まって 冷静に周りを見回していただきたいものです。当チャンネルの感想。仮に今後、女性宮家や巫女の制度ができたとしても、眞子様が皇族として公務をこなすことは不可能だと思います。これほどまでに、公よりも私を優先するということが明らかになってしまった以上、何をやったとしても、国民からは、 白い目で見られると思います。秋篠宮家が小室家と関わってしまったことで関係を続けるならば、生涯、小室家に税金をむしり取られることになると思います。結婚してもしなくても、大切な決税が使われることになります。ここまで、問題が大きくなってしまった上、秋篠宮家は、責任を取らなければならないと思います。しっかりと、けじめをつけていただきたいです。 いかがでしたでしょうか聴衆からのコメントは次の通りです。結婚後に品位を保てない場合は完全に離脱し、皇室との関係を断つ憲法があればいいんじゃないですか結婚相手がこんなに問題がある場合には必要な法律や憲法があるといいのに、消失問題は誰がどう見ても皇室に近づけてはいけない家族だと思います。小室系は所詮、 時頃だから、女心を老落するのが仕事。結婚なんかしたくないと思いますよ。皇族のマコにナンパしかけたら、あっさり乗ってきた。小室圭とすれば、あとは川の流れのままに行って、婚約記者会見にまで行ってしまった。あの時、人生のモットーを聞かれた小室圭が、レッドイットビーなるようになると語っていたのが、思い出される。小室圭は、マコのこと、 愛してなんかいませんよ。愛しているんなら、マコが、結婚が、生きていくために必要な選択、とまで言い切ったとき、自分も全く同じ気持ちです。ぐらいのリスポンスは、返したろう。小室圭にとっても、マコ様は、お荷物なんですよ。マコはそこに気づくべき、このような三宅、このような殿下、このような内心脳が出現したことは、 現代という環境下において当然とも言えるものです。しかし、現天皇家に引き継がれている、日本国天皇の品格、派厳前として引き継がれていると感じ取ることができます。現在のところ、一人秋篠宮家だけが、跳ね返りの生き様を呈している。皇族の無様さを呈しているのは秋篠宮家だけなのが救いです。一家だけだとしても、 公室の存続に関わる問題に発展している。解決策は、宮内庁、政府があまりにも頼りないので、早急に、国民投票で、秋篠宮家を廃絶するしかないのではないかと思う。皇族として、資質も品格も、皆無な秋篠宮ご一家には、公席剥奪、及び公室追放しかない。国民総意ですから、 政府区内庁が決断すべき国民を欺き無視するのか国民を馬鹿にするな国民は黙っていない。皇族特権乱用をした罪は裁かれて当然です。二人に子供ができたら、愛子様の十姉妹いとこができたら、恐ろしい事態になります。歴史的にもあります。